はい、割り箸と墨汁の話。割り箸と墨汁の話。小学校の頃に、私の通っている小学校で、割り箸を持ってきてくださいっていう課題がね、多くて、で、割り箸なんか家にいくらでもあるから持ってきますよね。お弁当についてるものでもいいし、うん、割り箸ね。それで持ってったらですね、まあ、カッターナイフか小型なんかなんかね、削るわけ、先っぽをね、少し。で、割り箸、その、二つのを一本にして、それで削るわけ。鉛筆のようにね。そうすると、割り箸なんだけど先が尖って鉛筆みたいになってるっていう、そういうペンができる、上がるわけ。で、それでペンで何するのかなと思ったら、墨汁をですね、墨汁ってありますよね。書道の時に使う黒いやつ。あの塗料というか、まあ、筆につけるね、やつね。で、削ってもいいんだけど、めんどくさいから墨汁でね、やるわけですけども、墨汁っていうのは、まあ、書道をね、小学校でやるんで、大体みんな持ってるし、学校にもあるし。で、その墨汁を、お皿かなんかに入れて、それに、木のペンをね、割り箸のペンをつけて、それでなんか書くと。そういうことがね、多かったんですね。もちろん文字も書くし、それから絵も書くし。だからね、図工とかね、そういう美術系の課題ありますよね。小学校でね。それでなんか、今回は墨汁で書きますみたいな感じで。で、墨汁でこう、割り箸のね、ペン持ってって、それで割り箸つけて、筆ペンみたいな感じにして書くわけ。筆ペンじゃないな、 G ペンというか、万年筆ですかね、そういう感じにして書くと、ことがあって、それも1回や2回じゃないですよ、何回も。それから美術系じゃなくてもですね、例えば何ですかね、なんかのポスターを書きますとか、はい、あるいはこの学校のね、壁新聞なんかで、まあ、全部はそれ書かないけど、この主要なタイトルのとこだけ筆ペンで書きますみたいな、筆ペンってその木のね、割り箸ペンで書きますみたいな、墨汁で、そういうのやったりとかね、はい、多かったですね。で、私は別にね、何も不思議に思わないでやったんだけど、今考えるとやけにこだわってたなと。私の小学校はやけにね、割り箸のペンにこだわってたんだな、墨汁と割り箸ね。普通にね、サインペンとか書けばいいのに、なんか知らないけど、で、割り箸ペンなんですよ。うん。だから、妙なね、こだわりを持ってる人がいたのか。あるいは、墨汁が余りすぎてるから何とかしたいとかね。ペンだと高いから墨汁にしようとか。筆だと大変だから、木のね、割り箸ペンがいいとかね。まあ、いろんな理由があると思うんだけども、今もって解けない謎というか、なぜそこまでね、割り箸のペンをね、作らせたのか、なぜそこまで墨汁にこだわったのか。うん、まあ確かに鉛筆とかではない、シャーペンとかじゃないんで、気分転換にはなりますよ。はい、まあそんなね、ことがありました。